皆さんこんにちは、山男チャンネルです。今日もキノコ山新規開拓に来ております。昨日も開拓したんですけど、昨日に続いて2日連続で来ております。でね、今日は11月の1日で、キノコ狩りのね、師匠と一緒に新しい山の開拓に来ております。ちょっと寒くなってきたんでね、南の方の山に来ておりますが、成果はどんな感じでしょうか。ご視聴よろしくお願いします。初キノコ、わからん。まあ、トグラの裏にベニティングだけあったんで。はい、ようやくキノコに出会いましたけど、めちゃくちゃ乾燥してます。多分毒ベニタケの、乾燥して古くなったやつですね。初キノコ出会いましたけどね、ちょっと食べれるやつにも出会いたいと思うので頑張って探します。はい、昨日もそうだったんですけども、乾燥がね、すごいです。もう、1週間単位で雨がね、降ってないんで、カサカサですね。で、時期もね、終わりかけっていうことで、ちょっと食べれるキノコに出会うことを目標に頑張りたいと思います。今日も出ましたね、猿の腰掛け系。年中あるね、硬いキノコに出会いました。いやー、キノコと呼んでいいのかわかんないですけどね。とりあえず、はい、見つけました。はい、またキノコがね、出てきました。これもだいぶ乾燥してるけど、なんでしょう、二つあるけど。取ってみるか。おー、なんだ？アミタケみたい。すごい、網の目状ですけど、だいぶ古いですね。アミタケかな、ちょっとわかんない。はい、本日の山はですね、師匠選定の山になります。さすがにね、いい感じですね。ちょっとまだ本命は見つけてないですけど、時期に来ればね、出そうだなっていう雰囲気の林です。今日の狙いは、遅めの松茸と、あとは、栗茸、霜降りしめじあたりをね、狙っていこうとは思ってます。でもね、予想通りというか予想以上に結構厳しい環境なんで、とにかく乾燥がすごいんでね、まずは食べれるキノコと出会うというところを目標に頑張ります。乾燥栗竹ありました？なんかこっちも網竹みたいなやつをすげえ乾燥したのがありましたけど、わからなかったですね。原型をとどめてないぐらい乾燥してた。これって、いやでも栗竹じゃないっすよね、微妙に。なーにー、なんだろう、これだけじゃないか。なんだろう、分からん。いっぱい生えてる、失礼します。なんか違うよ、井口系だ。井口系だ。あ、でもキノコ自体はまだあるの、あるのかな。乾燥アミタケですね、これ。やっぱりそうですね、だいぶ裏の色が悪いんで古いですけど、アミタケでした。この辺いっぱい生えてるな。これもこっちもそうですけど、誰も取ってない。一応食べれるキノコにはね、出会えました。目標達成。あとはね、食べて美味しいキノコを探していきましょう。正体を確かめに行きます。これでした。マスタケ、いや遠目にはね、栗竹の株かと思ったんですけど違いました。食べれるけど。はい、今日もですね、新規開拓の様子をお届けしましたけども、
まあ、昨日はね食べれるキノコゼロでしたけど、今日はねマスタケとあとはまあ見たけどボロいやつってことで2種類ぐらいにね出会うことができました。ただねなかなかあの成功とはねいかない成果でしたね。まあまたこんな感じで、まあ、あの地道にね新規開拓もやっていこうと思いますので、面白かった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー大黒しめじかと思いました、この艶やかな傘でもなんか株になってね単体で生えてます。茎がダメ。いやー最後の最後で出会いました、栗竹。しかも道端っていうかもう道上に生えてました。すごいな、立派なやつだ。これは取っていくか。ここにも2株目ナイス栗竹です。本当にこれまで 2,3 時間ね山の中を駆けずり巡って一個もなかったんですけど、最後の最後で見つかりました。うわ、このこと栗竹ネタ出会いだ。うわー来たー、いい栗竹食べても美味しいキノコやりました。いいね。